はい、皆さんこんにちは、エマークです。さて本日はですね、久しぶりにちょっとアップルの話をしたいなと思います。今ですね、メインマシンでこちら、MacBook Pro の2017をね、使っております。 MacBook Pro のメモリが、最大で 16GB までしか入んないので、まあ 16GB なんですけどね、ちょっとね、まともに動かないっていうね、状態が続いておりました。まあそんなことね、言っててもしょうがないので、ちょっと今回ですね、新しく Mac を実は買いました。はい。Mac mini です。で、こちらのね、Mac mini なんですけども、CPU はね、確か一番いいやつにしたと思います。で、SSD なんですけども、まあこれはね、外付けの SSD 使えばいいかなということで、とりあえず 500GB にしてあります。で、問題のメモリなんですけども、実はこいつ、8GB しか入っておりません。というわけで、今回はですね、サードパーティー製のメモリ、32GB を購入したので、こいつをですね、この Mac mini にぶっ込んでいきたいなと思います。はい、それではね、早速やっていきたいと思います。まずはですね、この Mac mini 裏返しまして、こちらですね、この黒い蓋をね、取っていきます。3点で固定されているっていうことなんで、その3点をパチンパチンパチンとね、剥がしていくような感じですね。外れましたと。はい、こちらの穴ですね、こちらの穴と、分かりますかね、こちらのこっちですね、これネジになってるんですけども、これがね、パチンと、噛み合っていたような感じになります。で、ネジがですね、全部で、1,2,3,4,5,6個ついてるんですけども、こことあとここですね、ここのネジ山がちょっと大きくなっていて、先ほどのね、こちらの蓋をパチンとね、止めていた感じになります。で、残りの3つ、これとこれとこれ、これはですね、ネジ山が普通のネジ山になってますので、ちょっとね、2種類のネジということになっております。で、こちらのネジなんですけども、ちょっと特殊なネジが使われておりますので、通常のドライバー等では、開けることができません。はい、トルクネジっていうんですかね、それ専用のね、ドライバーを使っていただきたいなと思います。こんな感じのね、ドライバーを使っていくことになると思います。はい、で、ちょっと分かりますかね、ネジの先端にちょっと穴が開いてるかと思うんですよね。実はですね、このネジ穴の中にちょっとしたポッチがありまして、先ほどの穴がね、ちょうど噛み合うようになっています。なので、通常のネジですと奥まで入らないようなね、仕様になっていますね。はい、それではですね、まず T の6というアタッチメントをつけて、ネジを回していきたいなと思います。まずはですね、カバーがついていたネジ山の大きいものから外していきます。で、小さい方のネジ、こちらを外していきたいと思うんですけども、今ですね、こことこことそれからあとここですね、この三角形の、ラインのものを外しました。で、次にですね、この三角形のものを外していくんですけども、で、後で分からなくならないようにですね、ここに Wi-Fi のアンテナがついてまして、その下がですね、小さいネジ山のネジとなっておりますので、ここを基準にしてこういう三角形で小さいネジ山を止めるというふうに覚えておくとね、いいかなと思います。はい、というわけで、全てのネジで外したんで、カバーを外していきたいんですけども、実はですね、この Wi-Fi のアンテナと、中のケーブルがつながっておりますので、そこをね、気をつけて外す必要があります。はい、これですね、この線ですね、わかりますかね、これをね、外していく必要があります。同じく T の6番で外していきます。はい、で、今ですね、自然に外れちゃったんですけど、こいつですね、こいつがね、本体に刺さってます。で、刺さってる場所はですね、ここですね、ここに刺さってました。これ引っ張ればね、簡単に取れるんで、引っ張って取るようにしましょう。はい、続きましてですね、こちらのファンを外していきたいと思います。ちょっと見えないと思うので逆さにしますね。はい、で、ネジなんですけども、こことあとちょっと見えないかもしれませんが、ここそれから、ここと、ここ4箇所ね、ネジを外していくようになります。今回もですね、T の6番で外していきたいと思います。
はい、これでね、ファンのカバーが外れるはずです。でですね、ファンと、本体がね、こちらのケーブルでつながってます。で、こちらが接着面なんですけども、これもね、上に引っ張るだけで外れますので、引っ張っていきたいと思います。はい、というわけでね、簡単に外れました。はい、続きまして、マザーボードですね、こちらのネジを外していきたいと思います。ここからですね、T の10番使います。こことここですかね、外していきたいと思います。はい、そうしたらですね、ここを押すことで引っ張り出せるんですけれども、ケーブルが2箇所ありますので、それをね、まず外しとかない と、断線の危険性があるので、まずはね、ケーブル2箇所外していきたいと思います。で、ケーブルなんですけども、こことあとここですね、2箇所外していきたいと思います。まずはですね、こちらのケーブルですね、こちら上に引っ張るだけで外れます。はい、こんな感じで外れました。はい、続きましてこちらですね、こちらも引っ張って外していきます。はい、こんな感じでね、外れました。はい、そうしたらですね、中を引き出していきたいと思います。はい、後ろの基板はこんな感じになってるんですけども、ここちょっとね、触れるのあんまり良くないので、とりあえずこちらの台の上に乗っけておきたいと思います。はい、そうしましたらですね、こちら、メモリーのヒートシンクになってます。こちらをね、外していきたいと思います。で、ネジはですね、ここ、それからここで、あとはここ、ここと、計4箇所になります。で、今度はですね、T の5番というアタッチメントをつけて外していきたいなと思います。で、このヒートシンクはですね、斜め上に引っ張る感じで外していきます。はい、こんな感じですね。はい、これでね、やっとメモリが2枚登場しました。おそらくね、4ギガ4ギガの8ギガバイトになっていると思います。それではですね、次に、こことここゴムがついてますんで、これを外していきたいと思います。上に引き抜く感じですね。で、今度はですね、メモリを止めている金具が1、2、3、4箇所ありますので、これをね、横に開く感じで外していきます。はい、こんな感じですね。で、あとは抜いていきます。はい、今回ですね、こちらのメモリを挿していきますが、裏表がね、あるので、ちゃんとね、方向を正して刺していく必要があります。ここの長さとここの長さが若干違うと思うんですけども、差し込み口もね、同じく長さが異なってますんでね、同じ長さのところに刺さるように刺していきます。まずはですね、裏側から刺していきます。まあ、刺すというよりは置くといった感じですかね。で、もう1枚手前側も置いていきます。はい、こんな感じで、あとはですね、左右の金具で止めていくんですけども、これもですね、後ろにグッと倒す感じでパチンと止まります。もう一枚も後ろ側に倒す感じでパチンと止まるといった感じになりますね。はい、それからですね、保護用のゴムを取り付けていきたいと思います。ちょっとね、見にくいので裏返しにしますね。先ほどですね、メモリを止めた留め金のここですね、ちょっと穴が開いてると思うんですけども、ここにですね、ゴムのこれを刺していくようなイメージですね。はい、これでね、2つゴムが刺さりました。あとはですね、基本的に逆再生になりますね。ちょっと分かりづらいので、また逆さにします。はい、で、メモリーのヒートシンクのカバーを刺していきます。はい、それから、1、2、3、4箇所、ネジ止めをしていきます。T の5番のネジになりますね。これでですね、メモリー周りは終わりになりますので、またね、本体にこれをね、差し込んでいきたいと思います。で、差し込む際なんですけども、ここですね、両サイド、こちらのポッチをですね、中に押し込みながら入れます。で、次に、先ほど外した、こことここの2箇所をね、止めていきます。で、もう1箇所が、こちらになりますね、こちらも上からパチンと押すだけで止まるようになってます。はい、そうしましたら、マザーボードと本体を止めているネジ2箇所、ここと
ここですね、止めていきたいと思います。 T の、10番になります。はい、これで本体とマザーボードが止まりましたと。で次にファンなんですけども、これを止める前にこちらのね、線を止める必要がありますので、先にこれをね、つけていきたいと思います。で、つける場所はここですね。これもね、上からパチンと、止めるだけです。はい、こちらになりますね。で、あとは、ファンをつけていきます。で、ネジ止めなんですけども、ここと、ここ、これは斜めに止めるタイプですね。で、あとはちょっと隠れて見えないかもしれませんが、ここと、ここですね、止めていきたいと思います。ちょっとね、分かりづらいんで逆さにしますね。はい、で、ここはですね、T の6番になりますね。あとはここと、ここですね。続きまして、蓋を閉めていきたいと思うんですけども、その前にこちらですね、Wi-Fi のケーブルをね、つけていきたいと思います。で、つける箇所なんですけども、こちらにつけて、こちらにネジ止めをする感じです。はい、ちょっと拡大表示をしました。こちらにつけて、こちらにネジ止めをしていくといった感じになります。はい、というわけで、こんな感じで付け終わりました。軽く押さえるだけで止まりますね。あとは、こちらにね、ネジ止めをしていく感じです。ネジ止めですが、T の6番を使います。で、最初に話した通り、ネジ頭の大きさが違う2種類のネジがあります。で、まず小さいネジなんですけども、Wi-Fi の下、こちらですね、ここと、ここを起点に三角形、こことここが、小さいネジになります。まずはね、こちらを仮止めしていきたいと思います。こちらも、T の6番を使います。で、ここではですね、後で調整が効くように、軽く止めておきます。で、ネジ頭の大きいネジなんですけども、ここを起点に三角形ですね、こちらに止めていきます。ここもまずは軽く仮止めをしておきます。はい、というわけでね、仮止めが終わったので、あとはしっかりと止めていきます。最初に話した通り、ここと、ここと、ここ、この3箇所にこの穴が合わさるようにしてパチンと止めていくという感じになります。はい、というわけでね、こんな感じで、終了になりますと。あとはね、確認をして終わりにしたいと思います。はい、というわけで、もろもろ設定が終わりましたので、現在ですね、概要を見て Mac の中身を覗いてるんですけども、メモリはちゃんとね、32GB になってますね。はい、というわけでね、Mac mini のね、メモリの交換が終わりました。意外とね、メモリの交換簡単なので、まあコストを抑えられるっていう面でもね、自分でやってみるっていうのはね、いかがでしょうか。まあ基本的にはですね、持ち運びできる MacBook Pro がメイン機となるのは間違いないんですけども、まあ、仕事場でね、こちらの Mac mini を使って、動画の編集をしていくっていうことがね、ちょっと今後増えていくかなと思います。はい、というわけでね、今回はこの辺で失礼をしたいと思います。マークでした。さようなら。バイバイ。